こんにちは、森本です。本日はこちらの機材、DJ コントローラーのですね、解説、まあ、レビュー動画になります。なので、これからですね、こういった、機材を買おうかとどうかとこう悩んでいる方はですね、ぜひこの動画で私が言っていることをですね、まあ、参考にしていただければ嬉しいかなと思います。こういう動画を作っているこうお前誰だと、私の動画をですね、初めて見る方は思われるかと思いますので、まあ、簡単に説明させていただくと、私は東京都内で DJ をさせていただきながら、海外レーベル、特にテクノのレーベルなんですけど、ヨーロッパにあるレーベルから楽曲をですね、いろいろリリースしている、そういった、人物になりますので、まあ何も知らずにですね、本当ズブの素人が好き勝手に喋っている動画ではなく、ある程度経験値を持った人間が割かし控えめに喋っている、そういった動画だと思っていただければ嬉しいです。というわけでですね、早速こちらのですね、解説をさせていただきたいと思います。こちらはですね、パイオニアから出ている DJ コントローラーで、モデル名は DDJFLX4 となります。まあ非常にこう有名なエントリープライスの DJ コントローラーの中では、一番有名なものじゃないですかね。こちらをですね、買おうかどうかと悩んでいる方に対していろいろ喋っていくんですけども、まず、これ買った方がいいかどうかっていうところなんですけど、DJ 初心者の方はですね、これぜひ買った方がいいです。もうどれを買っていいか迷ってるんだったら、もうこれ一択ぐらいでもいいかなと思います。もちろんこれより安い、DDJ200 とかもあったりとかします。ありますよね。まだ発売されてると思う、販売されてるとは思うんですけど、それでもいいと思いますし、まあこちらでもいいかなと思います。で、なんでこれがいいかっていうところなんですけども、理由は簡単です。もうこれ1台あると、初心者 DJ から中級ぐらいのこう DJ ぐらいであれば、ここにある機能で十分、できます。で、これ以上の機能が欲しいとか、これ以上のことをしたいっていう人がですね、多分もう中級以上で、本当上級ぐらいの DJ じゃないとしないんじゃないかなっていうぐらい、機能がもうここに全てもう詰まっているので、あんまりする必要ないかなと思います。なので、これを、買って、まずこれから DJ をするっていうのがおすすめです。で、なんでそれがいいのかっていうところなんですけど、さらに踏み込んで話すと、まず価格が安い、といってもまあ4万円とかするので、その4万円って価格自体は別に金額自体は安いわけではないんですけども、他のですね、まあ、クラブに置いてあるような DJ1 セットを自分で買い揃えようと思うと、まあ、100万円はですね軽く超えてしまうんですよね。で、これから DJ を始めるって人がそんな100万円とかかけて機材揃えて、やっぱり俺その DJ 向いてないかもなとか、ちょっと飽きてきたなってなったら、その金額って半端じゃないぐらいもったいないと思いませんか？なので、まず自分が DJ がこう好きで続くかどうかわからないっていう、そのジャッジをする上で、それだったら100万円じゃなくこう4万円とか5万円使ってこういうの揃えた方がいいんじゃないかなと思います。で、まずこれで、で、パイオニアっていうところもポイントなんですけども、パイオニアのここら辺の機能はですね、基本的にクラブに置いてあるその100万円ぐらいのものと操作方法はですね、基本的に一緒なんですよね。なので、これしか触ってなかったとしても、クラブに行った時に、まあ、クラブにあるそのパイオニアの DJ ミキサーとか、CDJ とか見ると、まあ、ある程度の、準備というか練習、予備知識はですね、詰め込まなきゃいけないんですけども、まあ大体悩まずに使えるかなと思います。なので、これをお勧めします。とはいえですね、やはりこの4万円とか出して買ったけど、続かなかった、もったいないなと思う人もいると思います。ですが、ご安心ください。メルカリちょっと開いて、この品番ですね、DDJFLX4、これをですね、検索してください。結構な数ですね、中古で出回っているっていうことと、割かし価格がそこまで下がっていないので、要はまあ、4万円ぐらいで買ったやつが3万円ぐらいで売って、まあ1万円損したぐらいの、それぐらいでですね、自分がこう向いてるかどうかのですね、チェックができると思ったら、安い方なんじゃないかなと思います。100万とかで考えると。なので、これを買った場合はですね、まずこの本体自体、丁寧に綺麗に扱ってください。そして、これの箱であったりとか、まあ、要は付属でついてくる説明書とか、ああいったものもですね、大切に保管して、ああ、自分に向いてなかったなって思った場合は、状態が綺麗であれば綺麗であるほど高く売れます。なので、まあ、こういったところを、こう、いろいろこう条件を重ねていったときに、
これを買って、やっぱり自分に向いてなかったっていう時のそのリスクをある程度回避できるかなと思います。なのでこれから DJ を始めたいと思っている方はまずこれで、自分が DJ やりたいとやり続けるかどうかっていうのをですねチェックするためにぜひぜひ使ってほしいと思います。そしてですねこれが中級者ぐらいまでは全然これで大丈夫ですって言ってるんですけども、本当に私もこういろんなところで DJ をさせていただいてて、めちゃくちゃ上手い人と、まあ中級者ぐらいのレベルの人とかも結構見てるんですけど、やっぱり中級ぐらいの人とかって基本的にあんまりね、こうエフェクターをガチャ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 使わないですし、なんかループ機能とかもめちゃくちゃ使いまくったりとかもしないんですけども、でもそういったなんかかしらこうちょっと、小手先じゃないですけども、ちょっと小技を使うときに、よく使われる部分なんかに関してはもうここに全て入ってるんですね。エフェクターもそうですし、フィルターもループ機能とかも入ってるので、まあそう考えると、もう全然これで足りますし、それ以上のことってなってきたら、もうそこまで来た人はですね、DJ めちゃくちゃ好きなはずなんですね。これからも続けていくと思うので、そういう方はですね、ぜひぜひもう新しい機材にですね、こう目を向けてですね、その新しい機材の中でも、要はレベルの高いちょっと高価なものを買ってもですね、ずっと使うので損もないんじゃないかなと思います。ですがその中級者以上にですね自分のレベルを上げていくにはですね、まあそれなりの時間もかかってきますので、その中でですねまずこれを使って自分はどういった機能が好きで、あこういった機能ついてる方が良かったよなとかっていう考える時間もですね十分にあるかと思いますし、むしろこれで十分だってなってきたら、それこそあの CDJ を2つ買って真ん中のミキサーをですね音の鳴りがいいものをこう追求するとか、まあ要は今後ですねこれを卒業した後に、まあどういった機材を求めていったらいいのかっていうのもですね、まあこれを使いながら自分がどういったものが好きなのかっていうのもですね見極めていただきたいなと思いますので、まあこれがあればまずは十分かなと思います。まあこれのですねデメリットを言うとしたら何かっていうと、まあデメリットも一応あります。それは何かというと、まあこのフェーダーとかなんですけども、これもちろんデジタルでここをですねこれをもうパソコンにつなげて、パソコンにこの電子これ動かしてるのとかっていうのを電気信号で、まあ、パソコンの方に行って音が変更されて、それがまあスピーカーであったりとかヘッドフォンから流れてくるので、まあ、そのここの動きの電気信号を送るスピードが遅い、これぐらいですかね。なのでここをもう素早くパン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 みたいな感じでこう動かしたいってなってもあんまりね、そんなスピーディーには動いてくれないかと思います。だからこれでスクラッチをどん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 やっていきたいってなった時も、まあできなくはないんですけども、めちゃくちゃ高速のここの動きっていうのは多分ついてこないかなと思います。それだったら、それ専用のミキサーをですね、買った方が絶対いいと思いますので、とはいえ最初からですね、そんなめちゃくちゃ高機能な、ミキサーを買わなくても、基本的なスクラッチはこれで十分に練習できるので、そこは安心していただいていいのかなと思います。なので、まあ要は反応が鈍いっていうところがデメリットかなと思います。あとはこれを置いていった時のその部屋の中の絵力的なものというか、っていうものはやっぱりクラブに置いてあるもう100万を超えるようなそのセット、あっちやの方が見栄えはまあめちゃくちゃいいですよね。これなんかおもちゃみたいに見えるので、本当にこう質感とかもですね、まあ高級感は出てるとは思います、この価格の中では。とはいえやっぱりちょっとこうおもちゃっぽく感じる人はいるんじゃないかなと思います。まあそんな感じですかね。なんでパソコンを MacBook 的な、かっこいい質感のものにするか、 Windows 的なプラスチックな箱にするかっていうぐらい、まあ差は出てくるんじゃないかなと思います。それがまあどっちがいいかは別です、もう好みになってくるので。というわけで私は、まあこちらをですね、これから DJ 始めようと思っている方は、買うかどうか悩んでいるんであれば、まあとりあえずこれ買っていいんじゃないかなと思っておりますので。で、これを買うとき、いろいろですね、楽器店見比べてください。いろんな楽器店でこれ販売してるんですけども、いろんな楽器店で販売してるからこそ、こちらの楽器にですね、オプションをつけてくれる楽器店もありますので、まあいろいろ見比べて、なんか、
ヘッドフォンがついてくるとか、スピーカーがついてくるとか、いろいろこう、セットで、まあ4万円か5万円とかなったりとかするかもしれませんが、安い価格でですね、ある程度のセットが買えたりとかするので、そういったところもですね、非常に魅力的なアイテムです。これが、まあ魅力的というか、これを売り出す、その、みんなで競争している楽器店のですね、壮絶なこの戦い争いに便乗してですね、お得なお買い物をしていただければいいんじゃないかなと思います。というわけでですね、今回の動画は以上となります。ありがとうございます。これからもですね、初心者 DJ の方であったりとか、クラブミュージックが好きでいろんな情報を集めたいと思っている方のですね、お役に立てるような動画をですね、どんどん作っていきたいと思いますので、これからも応援していただければ嬉しいです。チャンネル登録していただければ、新しい動画が上がった際にはですね、連絡が行くようになりますので、チャンネル登録の方もお願いします。それではどうもありがとうございました。